タミヤ14分の1電動組み立てシリーズ、メルセデス・ベンツ・アクトロス、15回目の、ご案内です。前回はタイヤをくっつけて組み立ててそれを取り付けました。でギアミッションはできてますんで、そのタイヤをつけると車らしい形に、端型フレームになってます。であとはこちらの方で塗装が入ってきますので、その、塗装がまだちょっと仕上がってませんので、ついて動きの調整をします。こちらの方がたくさん絵がありますけれども、こちらのユニットが、サウンドを出したりスピードをコントロールします。でサーボが2ついて、こっちはハンドルのサーボ、こっちが、チェンジのポイント、チェンジのシフトポイントを変えるサーボで、4チャンネルを使ってこのようにつけます。で次の工程だと、タミヤの場合説明書が3冊あるもんですから並行してやってきます。ですから重複するところもありますけれども、この基板のユニットにコードがたくさんありますけれども、このコードごとに、配線の色と、このユニットの、 差し込み口のところに間違いないように、一つずつコードに、つないでこのように挿していきます。で本体を今製作途中ですけれども、車体の動きが このように本体ができてます。もうかなり車の形をしてますので、実際動きがまだ電飾は、セットする前なもんですから、動力のとこだけお見せします。動力はこちらの4チャンネルで、こちらで1速2速3速で、前にやると前進、後ろにやると後進になります。で必ず前進から下、バックの方に行くと1度目は必ずブレーキになります。一応ニュートラルにしてからやるとバックに入ります。実際はこのようになってます。このように、これが一番力が出るギアですね。やるとブレーキになります。でニュートラルに戻してからバックになります。これが2速前側ブレーキですね。でバック、これがかなりスピードは出ます。バックは実際は前進とブレーキで操縦してコース外れた時にバックを調整するようになりますので、前進とブレーキがメインになります。一速、前進、ブレーキ、バックですね。まるで実車のチェンジをしているような感じで、この辺の切り替わりのところとかタミヤがすごく優れてますね。三速レベル。スケールスピードにしては結構速いですよね。で、こちらが右左。まだちょっと仮組みですから。でこちらのここが遊びになってますけど、これは何をつけるかっていうと、オプションでオートサポートレッグって言いまして、後ろの荷台とかをつけた場合に自動で、せり上がる足をつけるための動きので、空きチャンネルになってます。まあ、かなりコードとか多いもんですから、次は電飾の説明から入りますんで、本日はこのようになってます。